毎月26日は語呂合わせで風呂の日なんですが、はい、そのお風呂に富山県民の大好きな昆布を入れる昆布湯があるんですけど。えー 昆布ですか <laughs> いや好きですけどお風呂にまで入れちゃう、はい、と思いますよね昆布、えー、を提案しているのは一般社団法人里海イニシアティブで横浜の漁師の皆さんと一緒に2015年から昆布の養殖に力を入れているんですねあ横浜ですかそうなんですよ遊園地の八景島シーパラダイス沖なんですね知らなかった で実はこれ SDGs の一環温暖化対策になっているということなんです。えどういうことでしょうかあの昆布は、まあ、植物と同じで光合成の際に二酸化炭素を吸収しますが、はい、その量がね杉の木のおよそ5倍になるという、えー、研究結果があるんです。知らなかった で栽培しているのは真昆布という種類でもちろん食べられるんですけどもっともっと皆さんに消費してもらいたいなと考えている中でお風呂に昆布入れちゃったらどうかということを考えたということで<ー>東京の銭湯を中心に昆布湯が広まってきているということなんです。<ー>どんななななおお湯湯湯ののか気気ににりりりままままいやすよ <laughs> え富山でもこの昆布をやったた銭湯があししてて話聞いてきました おでんになったよよううなとか、味噌汁の中にいるようだとか。<laughs> <laughs> 富山市にある立山高専では今年5月に昆布湯を企画。お風呂に昆布を入れるとどんなお湯になるんでしょうか入れ始めた頃は海のような磯のような匂いがするんですけど23 2時間ぐらいすると徐々に昆布のだしのような甘い香りが広がってきて、えー。 普段よりもツルツルというかあの<ー>トロトロとしたようなあの水質になりましたね。中平さんはお客さんに喜んでもらいたい、そして SDGs を考えるきっかけになればという思いで昆布湯を提供したということなんです。次予定しているのはなしぶろですね。あの。えー、そう目をつけたのは天候不順で商品にならなかった売れ話です。 かお風呂から富山の秋の代名詞の梨を応援していけたらいいなというふうに思ってます。 が考える SDGs っていろいろな形があるんだなって改めて思いましたね昆布湯どうですか入ってみたいくなります、ね、お肌に良さそうな感じしますよね <laughs> ミネラルたっぷりでツルツルになりそうですよね気になりますま機会があれば昆布湯チャレンジしたいということでした、うん